わらじわらじと同じ稲わらの材料で作られた、不可靴。ゴムの長靴が普及する以前に、日本の雪国の庶民が使った。雪の温度が非常に低く、また稲わらが断熱材となり雪は溶けず、水が染み入ることもない。また断熱性の違いから、ゴム製長靴のように、足が冷えることが少ない。着用の様子、戦争時わらじわらじ作りの様子。大正時代わらじ、または、靴は、 稲荒で作られる伝統的な履物の一つである。花尾が裏の最前部にあるため、足指は直接地面につく。また基本的に使い捨てが前提の消耗品である上、アスファルトのような硬い地面で使うことを想定されていないため、守りが著しく耐久性は期待できない。舗装されている道がほとんどなかった時代では、土の地面を歩くことで、藁の隙間に土が入り、 それにより摩擦消耗が軽減されていた。現代では、舗装面を歩くとすぐにすり減ってしまうので、長持ちさせるためには、すり足のような歩き方ではなく、しっかりした歩行が求められる。同様に稲わらで作られるわら草履と混同され、安いが、形状が若干異なる。草履が現在のサンダルに近い形状であるのに対し、わら地は全部から長い糸口が出ており、 これを、側面の、乳と呼ばれる、小さな輪及び、かかとから出る、返しと呼ばれる、長い輪に通して、足首に巻き、足の後部もしくは、外側で縛るものである。花尾だけの草履に比べ足に密着するため、山歩きや長距離の歩行の際に非常に歩きやすく、昔は、旅行や、登山の必需品であった。また、停鉄のない江戸時代には、 馬にも馬用のわらじを履かせて、ひずめを保護していた。現在日常生活においてはほとんど使用されなく、なったが、祭り等の伝統行事における装束の一部として履かれるほか、沢登りなど一部用途においては柔軟で水中の苔の付着した岩でもグリップが効くことなどから、標準的装備とされており、多くの登山用品店で実用品として販売されている。また、 超円形の物体を指す形容詞として用いられることもあり、例えばわらじ虫といった名称や、大きなトンカツをわらじトンカツと呼称して販売することもある。現在では、ミング作成用のわらが手に入りにくいため、ポリエステルの荷造り紐などで代用して作ることもある。EN、ジップシン韓国のわらじ大辞輪。ありがとうございます。